声優さんをされたいというあの話が出てきたんですけれども、はい、この声優さんになるっていうきっかけというのはどういう感じだったんですか？いや、単純にまあ戦隊あれみんなアフレコだったので、はい、昔まあスキルというかベテランの声優さんたちがたくさんいたので、その仕事ぶりがすごく感銘を受けて、はい、やってみたいなっていう思いが生まれて、はい、でその後本当に、パワーレンジャーで吹き替えをやらせてもらうことになって、はい、やれたので、声の仕事をやってみませんかって言ってくださる、まあ、仕事のオファーが増えたっていうのが、はいはいはい、まあ、単純な、理由です、はい、でその後、アニメでいうとこち亀、はい、それからビーストウォーズっていうアニメーションに、はい、呼んでもらうことになって、はい、で本格的に、まあ、声優の仕事が増えて、はい、でやるようになったのかな。だからパワーレンジャーがきっかけですね、はい、そういう意味では、まあ、もっと言えばカーレンジャーだ、はい、でその中で、はい、まあ、演じられたこの声優での好きなキャラクターとかってありますか？好きなキャラクター、好きなキャラクター、まあこち亀のボルボっていうのもすごく好きですけど、はい、もう3枚目なので、はい、そうだな、まあ未だにやってるのはストリートファイターの剣ですけど、もう何年だろう、それこそカーレンジャーってそのこち亀とかと同じ時期にキャスティングしてもらったので。これもオファーだったんですか？オファーでしたね、はい、急になんか、格闘ゲームのキャラクターが決まりましたっていう話を、はいはいはい、になって、でなん、どんなあれな、あ、じゃあ、はい、オーディションだったかな、もう忘れちゃったな、古くてもしかしたらテープオーディションだったかもしれない、はいはいはい、でもまあ決まって格闘ゲームのオーディションなんだけど、はい、テープオーディションでっていう話だったかもしれないんだけど、はい、決まりましたって、で実際収録の日に行ってみたらストリートファイターってことはその日に初めて、はい、収録の日にあれは本当に秘密に作っているから、はい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 、はい、その日に分かってマジかと思ってすごいびっくりして、はい、それも多分今までのシリーズでも違う方がやられてたので僕に変わるっていうことで、はい、びっくりしましたね。まあそれは未だにやらせてもらってるので本当に愛着がある、はい、赤い道着だし、はい、そうです、アメリカとのハーフだし、はい、まあ唯一今ストリートファイター4っていうシリーズになってますけど、はい、今全員のキャストの中で一番長くやってるのは僕らしいので、はいはい、そういう意味ではこれからシリーズが続くならば、はい、やれるところまでやりたいですよね。もう、そうですね、他の人にやらせいや、こちらとしてもやってほしいんですよね。その、まあ、その見ていただいている方はほとんど、まあ、その特撮が好きな方なんですけれども、うん、ゲームが好きな方 でそのこういう日本から来たゲームとかの声優とかについて調べることが多いんですね、はいはい、そういうところ、そういう辺でそのゲーマーの間でも岸さんは実はすごい有名なんですよ。そうですか。はい。For all the gamers out there, he's the king.波動拳。ファンタスティック。はい。そんなやつです。はい。未だに大好きですし、僕のミュージカルやっている大好きな先輩に橋本聡さんっているんですけど、はい、もう最近よく一緒に仕事させてもらうんだけど、はい、橋本聡さんは、画廊伝説のテリー・ボガードなので、よく2人で遊んでる時はテリー対剣をやってます素晴らしいですね。マニアだったらもう一個ですね、瞬殺ですね、うん、すごいですね。この間もその橋本聡さんのファンイベントで 歌を歌ったりトークしたり、はい、中で2人でやりました。
で、そのゲームイベントとかに参加されたりしますか？ストリートファイターの制作発表でき、完成発表を、はい、会みたいなやつには呼んでもらって、はい、やりましたけど、その1回だけくらいですね。もっと呼んでください、アメリカから。タクトゲームに。ゲーミングコン、ストリートファイターコン、I mean, he's available and he's willing to do it。やるのは弱いけど。あ、そうなんですか。弱いです。声優とその俳優という、はい、まあ、お芝居ではあるんですけれども、うん、違いというのはどういう違いなんですか。違いは、基本的にはないと思ってるんですけど、あえて言えば、やっぱり言葉をはっきり、話す、はい、ちゃんと言葉が分かるように話していかなきゃいけないということが一番大事ですね、はい、あの声優の仕事の場合は、あの映像、映画、テレビの方はいかに自然にこういうふうに喋ってるのと同じようにできるか、気持ちの根っこの部分は同じなんだけど、はい、そういう違いですかね。舞台はまたもっと動きもあって、言葉も声優に、まあ、ちょっと近いと思うけど、はい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 、ちゃんとセリフが聞こえてこなきゃいけないし、はい、感情も伝えなきゃいけないので、はい、そういう意味では舞台に近いですかね、声優の仕事は、はいはい、言葉に言葉以外の意味とか感情を乗せるっていう、はい、どれだけその声だけで伝わるか伝えられるかっていう意味では舞台に近いですけど、はい、なんかそんな違いがあるかなとは思いますね、まあ、特にまたアニメーションでも作品によってはね、もう全然もうキャラクターが違う場合もありますから、その時はまた違う発想ですよね。ピカチュウやってる人がピカチュウとは言わないわけでピカチュウってやるわけだから、はいはいはい、そうなるとまた違う気持ちを作らなきゃいけないというのはきっとあると。で、例えばそういうアフレコの時とか、まあ、そうですね、声の仕事の場合ですと、うん、結構体を使うタイプなんですか？よく言われるじゃないですか、その例えば俳優出身の方はどっちかというと体をよく使うタイプだったりとか。体を使った方が自然に声が出ますね。あ、やっぱりそうですか、はい、ただそれはマイクに乗らないようにしなきゃいけないので、ブンブンってそうそうそう、はい、服着ていく服を気をつけたり、はいはいはい、もちろんネックレスとかできないし、はいはいはい、靴も音のしないような靴履いて、はい、その分やっぱ体を動かしながら喋る、はい、こういう時計とかもダメだし、はい、割と動く方です、はい、で、今何度かおっしゃってるんですけれども、このミュージカルにどういうふう、はい、どういう出会いだったんですか、ミュージカル。そうですね、だから戦隊をやって声優の仕事をやっていく上で、まあカーレンジャーの時に歌も昔から好きだったので、はい、挿入歌を曇り空の、はい、夜だからっていう歌を歌わせてもらったり、はい、クリスマスアルバムを出したり、はい、ドラマ CD みたいなのを作ったりとかしていて、で、まあ誰にも言わなかった夢としては、大人になって40、50になった時に自分のファンの人たちを集めて、ちっちゃなクラブでジャズを歌っていられるような、はいはいはい、役者さんというか歌手になれるようなスキルをつけたいなと思って、はい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 、まあ歌が好きだったので、はい、そういうのを普通のお芝居と別の夢で持っていたので、はいはい、戦隊をやって声優をやっていた時に、はい、まあたまたまレ・ミゼラブルのオーディション、はい、一般オーディション、はいはいはい、を新聞広告で見ていたので、はい、これをその時の事務所の社長さんからこれ受けてみたらどうって相談してもらって、はい、もう二つ返事で一から勉強するつもりで、はいはいはい、受けますっていうことで、はい、ミュージカルやってみたかったし歌も勉強したかったので、はい、っていうところから始まって、はい、最初は自分がやりたい役では落選したんだけど、はい、アンサンブルから初めて勉強させてもらって、はい、まあ、とにかく歌と自分が今までやってきたお芝居、声優のお芝居、体を使ったアクションもそうだし、そういうことを生かす
ステージがミュージカルなんじゃないかなって。確かに絶好のステージですね、その全てを用いれる。そうなんです。で、チャレンジしてみた、はい、っていうのが最初のきっかけですね。そしたらたまたま、まあ、アンダースタディっていうか、はい、ジャンバルジャンのアンダースタディをやらせてもらうことができたので、はい、そこから、まあ、まあ猛勉強というかいろんなことを本当に勉強する機会ができて、はいはいはい、でそうしたらやっぱり目の前にあの夢というか、はい、が広がったの でそこの夢を追いかけてみよう、はい、思ってから、10年11年かな、はい、経ちましたね。今までいろんなミュージカルを出させてもらうことができて、はい、で最近では本当にミュージカルがメインになってます、はい、でミゼラブル、ミス・サイゴン、はい、でヨーロッパのミュージカルですけどエリザベート、はい、それから三重詩、はい、ブロードウェイのミュージカルだとネクスト・トゥ・ノーマル、それからサンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ、あと日本のミュージカルもオリジナルミュージカルもやったりとか、そんなところですかね。まあたくさん今ミュージカルをいろんなものを経験して今ミュージカルで、自分のステージホームだと思えるステージにたどり着いたなっていう感じ。あ、じゃあやっぱりミュージカルが一番自分にしっくりくる。今そうですね、はい、うん、夢が広がったので、はいはいはい、いろんな役をチャレンジしてみたいなと思いますね。ではですね、このルミゼラブルに、うん、あの出演されているということですけれども、はい、来年ね、まあ、長年、はい、あの出演されていて、それでもう合計、まあ、そのアンダースタディというところもあるんですけれども、まあ、4つの役に触れているということなんですけれども、はい、そうですね、どういう感覚ですか。こう同じ空間で違う人物を演じるという、うん、これ本当役者としてすごくあの面白い経験だと思うんだけど、同じストーリーなんだけど違う人を演じることで違うストーリーに見えてくるって感じていて、で最初はアンサンブルのビジョンという役をやって、でその後アンジョルラスをやって、来年はジャベールをやるんだけども、アンダースタディでジャンバルジャンをやらせてもらってるので4つのストーリーが自分の中にあるんですけど、はい、まあパッと皆さん考えてちょっと混乱するんじゃないかなと思う、はい、と思うんだけど、意外とそれはなくて、はい、それぞれのストーリーをちゃんと自分の中に作ってるので、この役をやってる時はその人の気持ちでしかないので、はい、全く切り替えができるというか、それぞれの引き出しがあって、はい、その引き出ししか使わないそうですね、はい、だけど来年やるジャベールは、はい、逆に言えばチャレンジ、新しいチャレンジで、はい、やりたかったけれどもあまりこうジャンバルジャンをそれまでこう追いかけていたというかチェックしていたので、はい、ジャベールの方をやりたいと思って考え始めたのが、まあ、数年前からだったので、はい、それは割と新鮮だし、はい、日本で言うと、2013年、はい、去年のバージョンから新しい演出に変わったので、はい、そういう意味でもストーリーの構築がちょっと僕がやってきたものと違うと思うので、はい、新しいものとしてチャレンジできるんじゃないかなと思っているので、はい、あまりこう混乱はしていないですね、はい、楽しみです。逆に言えばその戦隊ヒーローからレイ・ミゼラブルの、はい、ジャベールをやるような人というのはいなかったので、はい、僕はちょっとそうです、ね、いい意味で、はい、先陣切れたらいいなと思ってます、はい、でこの中、まあ、そのミュージカルで岸さんは自分のホームを見つけたという、はい、ある意味自分のホームを見つけたという感覚で聞きますけれども、はい、演じてみたい役、そのいろんなミュージカルある中で、はい、これをやってみたいっていうのはありますか。まあ、レ・ミゼラブルといえばジャベールもやりたいですし、やっぱりアンダースタディでやっていたジャンバルジャンも、はい、いずれは夢としてやってみたいと
思いますし、はい、まあ実現不可能なんだけれども、劇団四季さんがやってる、まあ、美女と野獣のビーストとか、はい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 、まあファントム・オブ・ディ・オペラのファントムとか、はい、あそういう役です。まあエリザベートという作品は、まあアメリカではあまりポピュラーじゃないと思いますけど、ルキーニという実際にエリザベートを暗殺した、はい、あのテロリストでもあるんですけど、はい、そういう役だったりとか、そういうのをやってみたいなと思います。結構あれですね、ちょっと闇のある役ですね。そうですね。そういう闇とかに興味があるんですか？ヒーローをやっていた分、はい、あの、なんていうんだろうな、そういうヒールをやることの楽しみっていうのは、あの実はあの知っていて。はいはいはい。あの、ヒールが悪ければ悪いほど、ヒーローがかっこよく見えるし。はい、自分があえて人間の持っているその悪い心とか醜い心みたいのを、まあ大げさにこう役として演じることで、何かこうあのストーリーに、作品にあのもっとこうリアリティとか深みが出せるんじゃないかなっていうチャレンジがあるので、はい、そういう意味ではヒーローをやるのは楽しいと思います。はいはい、そういう意味ではあの全く違った Next to Normal っていう作品はすごい、はい、あのトニー賞も取ってる作品なんですけども、はい、去年 やらせてもらって、それもすっごい素晴らしい作品なので、はい、また日本で再演するときはやりたいなと思いますけど、はいはいはい、それは本当に双極性障害を持つ奥さんを支える旦那さんの役、はいはい、あのとてもあの素晴らしい役だし、はい、素晴らしい作品なので、はい、もう一回やってみたい作品というのもあります、ね、はいはい、あのメッセージを送っていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、その特撮と2ファンでもありますし、岸さん個人のファンでもいらっしゃいますし、あとのゲームとの剣のつながりで、はい、ファンになっている方もいっぱいいらっしゃるんですけど、あるといろいろと思うんですけれども、はい、メッセージをいただけたら嬉しいと思います。はい、これを見ている皆さん、役者として日本で、これまで20数年間頑張ってきたんですけども、やっぱりその中で、カーレンジャーという作品はあの何よりも大事な作品だし、京介という役も何よりな大事な役だと思って、これからも活躍していけたらいいなと思ってます。それからまあヒーローというか戦隊、東映戦隊シリーズという意味では先輩の役者さんの魂とかを背負ってこれからも頑張りたいし、また後輩のみんなの目標になれるような仕事をしていきたいと思ってます。それからもちろん海外で楽しんでる皆さんが、もし日本に来た、日本の劇場に来たら僕も頑張ってますので、そうやって見に来てもらえたら嬉しいなと思いますし、あの機会があればストリートファイターの剣とか、まあ万が一夢としてはブロードウェイのミュージカルで僕があの海外でやれるようなチャンスがあればチャレンジしたいと思うので、その時はぜひ応援に来てほしいなと思います。これからもみんなに夢や勇気を与えられるような仕事をとか役をやっていきたいと思いますので、応援にしてください。ブログもやってますし、もしかしたらツイッターとかフェイスブックも始めるかもしれないので、そしたら交流できたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。Hello everyone, thank you for watching and thank you for coming along today. We have 3 Car Ranger toys here that have been signed, that we are entering for a prize draw. If you would like to enter,
subscribe to our channel and comment below, please. We'll be right back.